関東エリア、東北エリア、関西エリア、四国エリアからの選抜16名で皆さんに会いに来ました。イエーイ。オープニングはヘビーローテーション、会いたかった47の素敵な街へ。そしてチーム8が出演している劇場公演のパーティーが始まるよ公演のセットリストから AKB48 の4曲を聴いていただきました。47の素敵な街へは私たちチーム8初のオリジナルソングで、メンバーの中でもすごく思い入れのある大好きな曲なんですが、いかがでしたか？ありがとうございます。ではここで16名の自己紹介をさせてください。まずはお隣栃木県代表の私から。栃木といえばニコ。はい、ニコニコ笑顔のひーちゃんこと本田ひとみです。いちごのようにフレッシュな13歳です。よろしくお願いします。イエー。はい、私が質問したいいえ馬ですって言ってください。君は羊ですか？いいえ馬です。君と羊と馬と書いて群馬県から来ました17歳の17歳の清水マリアです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私がせーのって言ったあやねって言ってください。お願いします。はい、聞いて聞いて、金のね、鈴のね、せーの、あやねー。はい、ありがとうございます。埼玉県出身16歳の高校2年生高橋あやねです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、みんな私をミルフィーユ。千葉県から来ました吉川七瀬16歳です。七瀬って呼んでください。よろしくお願いします。
さんこんにちは。宮城県から来ました佐藤あかり17歳です。今日も48グループ1のテニス少女がみんなのハートにスマッシュします。はい、今日は栃木じゃない茨城に来たということで、はい、茨城の皆さん、茨城の名産品は干し芋ということですが、楽屋に干し芋のお菓子があったので一つ思いついたギャグがあります。茨城の干し芋、干し芋、今日は熱いライブで盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。はい、福島県から来ました体育会系ピーチ姫といえばかすみー。はい、かすみんこともんけかすみ、高校2年生17歳です。よろしくお願いします。けど夢は大きく、たこ焼きやお好み焼きで有名な大阪府から来ました長野セリカ、トヨタの名車と同じ名前の13歳です。セリカーって呼んでください。セリカー、よろしくお願いします。イエーイ。 Hi! Hello everyone! I'm Riona Hamamatsu from Tokushima. Please let me introduce myself in Japanese. それでは日本語で自己紹介をさせてください。浜松といえば静岡県の浜松市やけど、徳島の浜松といえばリオナ。はい、歌とダンスが大好きで英会話が得意な浜松リオナ19歳です。よろしくお願いします。